ファウストの肖像がヨハンエオルク・ファウストとは、15世紀から16世紀のドイツに実在したとされる、先生術師、錬金術師、ファウスト博士の名でも呼ばれる。民衆本、実伝ファウスト博士や人形劇などで伝説が人工に解釈し、後世これに取材した、様々な創作が作られた。その中でも特に、ゲーテの儀曲、ファウストが著名。 生のファウストはラテン語のファウストゥスに由来する。実在性も含めて、その生涯には多分に不明な部分が含まれており、ビュルテンベルクの国と人間、またはハイデルベルクで1466年もしくは1480年に生まれたとされる。1509年1月15日、ハイデルベルク大学で進学博士号の16人の授与者1人に、 含まれているという記録があるが、別人説もある。生前は各地を放浪し、マルティンルターからは悪魔の力を借りていると非難されたという。1538年には本下を変断尺に雇われている。最後は錬金術の実験中に爆死したとされ、五体はバラバラとなったという。このことが後世に伝説の根拠となった。その死後、 魔術に通じていたなどという伝説が出来上がり、特に悪魔と契約した人物として世に広く知られるようになった。1587年、民衆本、実伝、ファウスト博士が書かれた。作者は不詳であるが、ヨーハンシュピースという説もある。ヨハネス・ファウストは、月夜のある日、魔法円を描きサタンを召喚し、サタンの従者メフィストフェレスを呼び出した。そして、 メフィストフェレスを24年間刺激する代わりに自分の肉体と魂を売る契約をした。ファウストは贅沢な暮らしの中、近所の娘に恋をした。その娘と結婚したいと欲するも、メフィストフェレスとの契約に違反するため願いは叶わなかった。そして、ファウストはキリシア神話のヘレンを連れてくるようにとメフィストフェレスに命じた。同性の末、ファウストとヘレンは、 ユストゥスという息子を設けた。だが最後にファウストはその息子、ユストゥスに殺された。その他オペラなどがある。ありがとうございます。